こんばんは。ヘブンバーンズレッド無課金攻略中のアーサーです。今回は第3章21日目のオペレーションベガツ、ベイルドデス戦をやっていきます。あれは、明らかにやべえぞ。やるしかない。こいつを倒して、イージスタワーに乗り込むぞ。現在の総合戦力は 11,227 で、いつものメンバーです。雑魚戦で多少のダメージを受けていますが大丈夫でしょう。こういうのはどうだ。私にはもったいないのに。とりあえずやってはみますが。すごいでけ。負けないでけ。この敵は攻撃力が上がるバフを使用してくるので、デフレクタ3両の多いキャラで受けます。こういうのはどうだ？どうだ？火力はそこそこ高いようですが、SS スタイルなら問題なさそうです。S スタイルの弾が攻撃されると危険なのでバフ使用時に回復します。回復します。サンクス。ほら、どうだ。慎重に行きましょう。氷属性は弱点だったので当てたかった。体感で4割くらいは失敗してる気がします。連続で失敗でゲス。何のでけ。負けないでけ。オーバードライブゲージをマックスまで貯めます。皆さん大丈夫ですか。ご苦労だな。それとりあえずやってはみますが。そう、面白い。おとりすらできなさそう。一気に片付けるぞ。ほら、どうだ。無駄な攻撃でごめんなさい。その調子だ。さすが伊達ちゃんです。これで一気に倒します。私じゃダメなのに。みんな行くぜ。成果で削って3度目のカニちゃんでブレイク、そして脈子で破壊率上昇です。どのようなスーターの趣味で仕方がない。今北産業。
せてもらおう。山明様、行く。どのようなスーターの趣味で仕方がない。トリックオートリートの成功率 25% でした。山明様、やりました。でキスよ。サクッと倒せましたが、この後に強敵が控えています。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。